ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。どうしてんだこれ。ぶっ飛ばす。食事中前倒す前にぶっ飛ばす。僕より先の方がいいですね。できなかった。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。こんにちは、タムジョーの新役の武です。役かい。打ち合わせなかったね。打ち合わせなしでいけた。今日は4人でね、ピクニックの場でやってます。なんて言いましたよ。気合入りすぎて、ブルーシート口にブルーシート引き裂大事だった。何、おにぎりが、おにぎり詰め込みすぎて気合入りすぎた。あ、なるほど。ピクニックブルーシートを400引いちゃ、引いちゃいましたって。ブルーシート400ブルーシート引いちゃいましたっていうやつ。さっきはどっか行った。さっきなんか自分控えてました。多分カットなんだろうな。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってます。TKD VS タムジョー 400m 対決。やったー。いやー、一番楽しみにしてました。いや、来ましたね、ついに。当たらない煽り動画から、煽り動画っていうか、ただの雑談動画。いや、でもちょっと僕今日は調子悪いですよ。あ、保険かけるタムジョー。こんなタムジョー見たことない。保険かけるタムジョー。2年以上活動見てて、俺一回も見たことない。今日だけ悪いんですよ。今日だけ悪いよね。いや、でも朝雨降ってて、ちょっと寒いなと思ったんですけど。いや、見てください。青空が。青空できた今。え、これ青いですか。天気も味方してくれましたね。いや、間違いない、間違いない。その名の通り、タムジョーと僕が400のフラットレース勝負ということで、どうですか、リアルに。正直400のレースをやったことがないんですよ。400、1本全力っていうのはないので、どういうレース展開がいいのかなってずっと迷ってたんですけど、スピードでは多分周平さんに追いつかないんで、最後の100までこうスタミナで動かせて、最後抜けるか抜けないかだと思うので。なるほど、ね、どうですか。俺2人に情報言います。 SNS で6000人に聞きました。6000人。タムジョーと TKD どっちが勝つと思いますか。 TKD 勝率 30%、 タムジョー 70%。 いや、タムジョーに期待値が向いてます。 MDC の時、横田さん、三塚さん、僕のそのアンケートあったんですよ。僕が B だったんですよ。一番下だったんですけど、こう行くみたいな。なるほど、ね、下だから、いやいや、それはないだろみたいな感じで行くのが僕は好きなんですけど、今回上になってしまったということで。やられそう。やられそうだな、これやられそう。正直その結果を見て、俺はムカついてます。 TKD なめんな、うちの TKD なめんな。そこを今日はガフンと。ガフン、ガフン。煽り動画の時からもずっとそうなんだけど、俺より前のめりで来るの。来なお前みたいな、その恥ずかしい子供と親みたいな。わかる。あの、行くな行くな、もう分かったからよくね、吠えるチワワみたいな感じになってます。僕は違うか。僕よしき倒していいですか。物理的にタイム、物理的にタイム。ガチガチのもう本気の勝負なんですけども、タイム自体はもしかしたら出るかもしれないんで、まあ本当に2人でそうっすね、いい感じで切磋琢磨できたらいいな。勝負だけど一緒にタイム出そうよっていう。タイムこだわりたいっすね。そう、これでさ、なんかどっちが勝ってさ、53秒とかってクソつまんないじゃん。確かに勝負も気になるけど、タイムも気になりますね。そうそうそう、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジお願いします。よろしくされないかもしれない。よろしくお願いします。首脳会談。撮影者くんがガチの愛想笑いした。いつも笑ってくれたり、すごい頷いてくれるんだよ。今の俺の首脳会談は。行きましょう、参りましょう。初めてなので消えたわ。ダッシュで行こうぜ。本日も武田が勝てるように、相方の僕が気合い入れてパンプしていきたいと思います。8、9、10。タケ、今日は勝つぞ。リベンジ、リベンジ。いいんすか。俺今日はね、あの、はい、強い。もうね、パンプしてるから。ほんとっすか。いいっすよ。よーい、ゴッ。力入れてないのに死んでった。左でも俺弱いかも、はい、よーい、ゴッ。ダメだ、強すぎる、こいつ余裕だな。ぶっちゃけ対決、どっち勝つと思いますか。めっちゃ自分は周平さんです。まあ周平でしょうね。周平早いんすよ、マジで。だって早いですよ、周平は。それだけじゃないの、はい、2人の400見に来たということで。久しぶりじゃない、出るの。久しぶりです。ぶっちゃけどっち勝つと思う。1週間前に予想したんだけど、うん、その時は TKD、 今日はダムジョー。まず風、とにかく風が強いで、 400m って風の影響をかなり受ける。1周走るから、うん、武田が経験したことない。それに対してダムジョーはレースってたくさん向かい風を経験してるんだよ、トラックの選手だから、うん、その400とか800を専門にしてた身からすると、その風がだいぶネガティブ要素になると、打ち上がった時にさせるのはジョーやから、うん、何もなければ絶対勝つのは武田。それはもう変わらない。何かがあったんだ今日。それが俺の中で風、期待します。おはようございます。おはようございます。緊張してまった。緊張はあんましてないですね。400の感覚が分かんなくて、逆にちょっとどういう感じで走ろうかなっていう、まあ軽い気持ちって感じ。今日のコンディション、
かね。とりあえず全力で走るだけだと思うんで、400っていうのは。その面では天候的にもさっき雨降ってたんですけど、今こう晴れたんでちょっと風があるんですけど、それ以外はめちゃめちゃ自分の状態としても天候としてもいいかなと思います。ズバリ作戦は最初の200は周平さんの方が結構先行すると思うんですよ。なんですけど、まあ、僕はこうスタミナの面で周平さんよりは上だと思うんで、最後の 100m でしっかり動かせれば並んで最後抜かせるかなって考えてるんで、最後の100伸ばすようにちょっと力まずに行きたいなって思ってます。大事な質問なんですけども、はい、好きな駅名は、はい、好きな駅名、駅名、はい、あー笹塚、おめでとうございます。アップ中だよ。すいません。いいよ、髪切りました。気合い入れてると勘違いされない、大丈夫。いや俺はそうだった緊張してますか。緊張はしてる、緊張はしてるんだけど、多分タムジョーとの対決に緊張してない。 400m っていう距離に緊張してる。今日ね、バックストレート少し風が吹いている点についてどう思ってるか聞きたい、うん、なるほど。多分今のこのままだとバックストレートが追い風なんです。なので400の最後でどうあがいてもきついから、前半気持ちよくいけるっていうのはなんか俺の心の余裕的にはすごくありがたい。今日の試合どのぐらい勝ちたいか、うん、視聴者にこう分かりやすく勝ちたいか。いや実は勝ちへのこだわりはそんななくてごめんなさい。ガチレスで言うとね、2人でいいタイム出したい。タイムは絶対ついてこさせたい。53秒とか2秒とかで勝った負けたはしたくない。だから俺50秒5とかであいつが50秒3とかで走ったら俺多分嬉しいと思う、めちゃくちゃ。じゃあ、まあ、まあ総括しても一番こう重要なところなんですか。はい、好きな虫。好きな虫ね、好きな虫は結構実は決まってて、ゴマダラカミキリムシ、あれがね結構取れるんですよ山形では。木の裏とかに。そう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 、引っ張らないでいい。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで何回アップ遮んねん俺の。すいませんでした。いいよ、タムちゃんごめんね。あ、いい、大丈夫、全然大丈夫。これからレース始まるにあたって重要なことを決めるのを忘れていました。2人のレーン、内か外か。あー確かに。平等にじゃんけんとかで決めます。そうしようか。じゃああっち向いてほいで勝った方が決める。決めれる、いるぞね。じゃんけんほい、あっち向いてほい、雑魚。煽りとかじゃなくて、タム嬢にもやっぱりいいタイム出してもらいたいんで、僕外で行きます。いいですか。なんか男前だね。アスリートっすね、なんか。そうだよ。じゃあはい、ということでうち、タム嬢、外、はい、TKD。 すいません、あともう一点、ちょっと二人がね試合頑張って願いを込めて、勝った方には商品用意しました。商品、多分ね、マックブック俺、はい、3年以上使ってるから。あ、まさか。あ、マック、新しいやつ。多分やってくれてると思う。商品なしでいいかな。え、はい、うん、オレンジ。二人が着てる T シャツ、なんとラビッツランニング2020年モデル、限定モデルでございます。はい、過去に行っちゃった。買った方にオレンジ黒 T シャツ。あ、こっちか。もう一個は視聴者のプレゼント。開けても、まあ頑張ったからあげるよとかじゃなく、本当に1枚しかもらえない。ってことは買ったどっちかと視聴者のその2人しか手に入らない。そう、世界に2枚。彼女の方が似合いそうだよね。色的にちょっと譲ろうかな。あとは試合集中していただいて。頑張ります。はい、頑張ってください。気合が違うでしょ。タムジョーがプーマが背負ってるんだっけ、確か。俺はアディダス背負って、うん、行くぞ、アディダス。ああ、アディダス、アディダス、あ、アディダス、アディダス、見ろ、靴下、うん、アディダス、アディダス、ナイキ、ナイキ、浮気、ブレる、ブレる、アンビションで来い。よし、行くぞ。頑張れ、いいこと行きます。うい、まもなく 400m 決戦の舞台が整いました。ちょっと風が強いですね。さあ2人で握手を交わし、今から行くぞと覚悟を決めたところでしょうか。では行ってきます。どうも、バンニーキルです。お前らはさ、どこまでふざけるの。43秒台狙ってます。どうも、マイケル・ノーマンです。42秒台狙ってます。どうも、マイケル・ジャクソンです。ムーンウォークで行きます。集中しろって。どうも。もうね。マイケルネタない。さあ 400m 対決が今から始まります。2レーンタムジョー、3レーン TKD でいきたいと思います。オンユーマークセット。さあ始まりました。さあ 100m は同じぐらいで通過して、さあ直線でちょっと TKD がややリードしているか。さあここから
どのぐらい TKD が余裕があるか、そしてタム城はここからどれだけビルドアップできるか。さあ逃げる TKD、 追うタム城。さあ250通過して間もなく300。さあここから逃げれるか。さあ逃げるか、どうだ。さあ TKD がゴール。勝者 TKD。 パパパーパパパパパーパパー。いやお疲れ。ああきつい。後半全然落ちてこなくて、はい、めっちゃ頭痛い、めっちゃ酸欠、倒れたら救急車呼んで。めっちゃ頭痛い。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジで早かった。ナイスバトルでした。最高だろ。マジで本当にお世辞抜きで早すぎてダメでした。これから多分正式なタイム発表あると思います。タイム聞いてないですもんね、はい、そうそう、まだ聞いてないから、うん、まず勝者 TKD ということで、おめでとうございます。マシンブルにおめでとうございます。タイム上、はい、51秒8。早っ。やったじゃん。いや、うん、まあフラだよ。だってフラだよ。タッチダウンとか、はい、ちゃんと動き出しで測ってます。いや僕の予想は52ぐらいかなと思ってたので、うん、51秒8でよかったなと思います。あの、うん、昔過去僕の動画でやったんですけど、うん、昔は加速してスタートしたんですよ、うん、このスタートと手前から加速してスタートだと、うん、0.5 秒から1秒 0.8 秒ぐらい速くなるんですよ、うん、加速の方が、うん、これでやっベストが出ました。いや素晴らしいよ。普通にね51秒台はでん。いやありがとうございます。いや素晴らしい。気になるのは TKD さんです。そして TKD もう大幅ベスト更新は間違いなく、いくつなんですか。一応言っとくと、チャンネルベストが53秒する。そうですよね。ちょうど去年だね。高校3年生の時の本人ベストが52秒1。おお、じゃあもう絶対超えてるじゃないですか。絶対超えてる。いきます。50秒6。おめでとうございます。50秒6台です。今回フラットレースで51秒だったけど、ため上1年前に加速ながらもセット走で50秒9出してたよ。今回50秒6でやっぱり対決としてはすごい良かったんじゃないかなって思ってて、うん、体寝てるんですよ、うん、まだガチガチのスピードを入れてる夏シーズンとはまた体が違う感じではあるんですけど、オフシーズンでこのタイムってことはシーズン始まったらもっと1秒後はぐらいは上がるじゃないですか、うん、いやでもやっぱり短距離選手としてため上に勝つことができて嬉しいです。心からありがとうございます。いやおめでとうございます。いやじゃあちょっと長距離選手として言いたいんですけど、うん、あのもう一本いきませんか。それなんだよね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 こんな彼女見たことないマジで。さあ、うん、もう一本いきますよ。すごい嬉しいんだよね。あと2日間タムジョン勝てない。まず2日休みもらわないとらもうまずタムジョン2日間勝てないから、あと5分後でいけますいけるよね。5分後ちょっともう一回やってみたみたいなでもこの後は僕はタケとヨシキさんの30キロ走が。この後30キロ走るんだよ。えタムジョンも走んの。僕もサポートでちょっと行けたら行こうかな。あと自分も一応マラソン年末走るんで、あーそっか、ちょっと400プラス3万やろうかなと思ってあの風邪ひいちゃうからちょ上だけ行きよっか。そうっすね、うん、せーの、よいしょー。着替え方何。とりあえずお疲れ様でしたっていうのと、こちらも受け取っていただいて、勝者のオレンジティー、オレンジティー世界に2枚だけなので、1枚は周平さんもらっていただいて、もう1枚は視聴者プレゼントということで、そうラビランのツイッターの方で詳細載ってますので、うん、概要欄のリンクの方からツイッターチェックしていただいて、こちらぜひ応募していただきたいなと思います。プラスですね、こちらの新しいウェアとロンティー、マジエモーショナルな話しちゃうとちょっといい素材どっかから拾ってきてなんかはっつけて、お前らなんか楽しんでんなみたいな思うじゃん、ね、これなんとフォトバイ達也はい達也が撮ってくれました、うん、撮りました。達也が撮ってくれたのをロンティー用にちょっと加工してくれたのプラス、うん、細かく書いてあるんですよね。プク、タムジョー、俺、達也、ヨシキ、フルオリジナルです。忘れちゃいけないのはこっちもっすよ。今回タムジョーと 400m 対決した時もこれ2人で来てて、はい、うん、もう問題なく切れてね。いや全然切れますよ、もう、うん、いい素材で、むしろこの時期、うん、めちゃくちゃありがたい素材になってるんで、うん、期間限定で、はい、購入可能になってるのでこちらもチェックしてくださいということで、はい、業務連絡のとこちょっと多かったですけれども、うん、ラビッツランニングプラス TKD プロジェクトタムジョーチャンネル全部よろしくお願いしますということで、タムジョー今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。この後僕の方で 30km 頑張ります。頑張ります。頑張ろう。頑張っていきます。ちょいちょい